お口開いてください。お口の先生、香織です。たった30秒で口の中きれいになったら、どう？いきなりやけどな、人間の体って、こう口から胃につながってて、お腹の中ぐるぐる回って、お尻につながってるやんか。これって、体の中のように見えてるけど、実は外とも言えんのよ。バイ菌が普通に通っていってるやんか。外の環境とほぼ一緒とも言えるのよ。どう？体の中はいつもバイ菌が通ってるのよ。そしてバイ菌を飼ってるのよね。養蚕おんの。俺が普通。だからバイ菌なんていうのはゼロにはできへん。ゼロにできへんねやったら、どんな風に一緒に住んでいけるかが大事やんな。増えすぎたらどうよ。そう、例えば虫歯菌になって増えすぎたら虫歯になりやすいし、歯周病菌になって増えたら悪いことするよな。ってことは、必要なバイ菌はいてるけども悪いことするバイ菌は減らしたいわけよ。これうまいことバランス取りたいねんね。だから増えすぎたバイ菌を取れるとしたらどう？健康的やと思えへん？悪いことするバイ菌が口臭の元になったりとかするわけよ。血管破って悪いことして体の内臓まで悪くしたりとか悪いことすんのよ。だからそんなコーラを少なくするためにたった30秒でできる方法あります。知りたいでしょ？紹介します。ボイックウォーター。じゃじゃーん。ちょっとうちのはオリジナルの私の魔女マークついてんねんけど、こんな感じ。これって水と塩を分解して作られてんのね。だからどっちか言ったら変な化合物使ってないし、化学物質使ってないから体にも安全やと思えへん。だから私は勧めるのよ。でいろんななんか薬剤とか入ってたら、飲み込んでええのとかちょっと心配になるやんか。でもこれってもともと塩と水を分解してるだけやから、めっちゃ安全、変なもん入ってないもん。これでゆすぐだけで虫歯減らして歯周病退治できて、風邪もひかんで済む、アレルギーからも逃れられるってなったらどうよ。ええやろ。これをコップに3分の1ほど入れて、ブクブクブク30秒ほどブクブクするだけなんですよ。30秒ブクブクするだけやのに、歯についてるプラークって呼ばれるネバネバ、これがふわっと浮き上がるから歯磨き前にゆすぐね。ほんならめちゃくちゃ歯磨き簡単になるっていうか取れやすなるから、綺麗に磨けるようになる。で、行き届けへんようなとこもブーっと浮き上がらせてくれるから、バイ菌をめっちゃ綺麗に磨ける。あとがすっきりするね。ただ口の中のバイ菌と反応してプールみたいなちょっと塩素系の匂いがするのよ。だから苦いって子供たちは言ったりするね。でもまあ一瞬苦いぐらい、これで虫歯防げんやったら、病気並んで済むんやったらめっちゃええと思うねんな。私は絶対使ってる。家の掃除にも使ったりする時ある。排水口とかちょっとぬめり取りたいような時って結構役立つんよ。ぜひ安全で効果的な30秒を皆さんも試してみてください。動画をご覧いただきありがとうございました。役に立ちました？役に立ったわっていう時はチャンネル登録をお願いします。そして高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。またねー。